今日の役職は騎士です。騎士か、初めてだぞ。騎士初めてだよな。うわマジか、すっげえ緊張する。うわやばいな、カミングアウト履歴を出しておいて。うわやべえ、潜伏キャラでちょっと修行したらね今日はね 11B ですね。キツネもいますね。やっべえ、あ 11B 何回目だろう、5回目ぐらいだ。ルーム情報がねこんな感じ。人狼に狂人1キツネ入りで、かけもあります。占い1霊媒師騎士で、あと村人0。さあ始まります。噛まれます。まず NPC さんが噛まれます。これは賭けありだから、あの占いや霊媒が賭けている場合もあります。やっべえ、騎士か、喋らないといけないな。村だと喋らなくていいから楽なんだよマジで騎士とか管理って喋らないといけないからさ、どうやって喋よう。おはようってまずとまずカミングアウトどうぞとか打っとこうか普段私喋んないけどね。お、1番さんが占い師、あんまりね。まあはい、おはようございます。8番さん、16、1、まあね1、うん、なんていうと、占い出るの、占いは出るでしょう、 11B だから。対抗いなかったらね、結果いいよでね、積極的にねこうやって打っていった方がいいんじゃないかなと思ってるんだけど、どうかなうん。お、5番さん霊媒師、ちょっと遅いぞあなたお、2番さんが霊媒師、あ、2番さんが本物だろうな。掛け合いだからね、5番さんが狂人かもしんないね。うん、2番さんが新霊媒かもしれない。じゃあレイロラ進めよう。レイロラレイロラでいいかな。うん、喋るわ。よかった、霊媒でも2人出て。なんで霊が遅く出るのかな。そうなんだよ、 11B の場合は掛けありだからね、あのロケットで出ないとね疑われちゃうよ、偽物って。あまり遅く出ると、うん、出方が怪しいわ。でも2回目に出たっていうことは2番さんが本物だろうねあの様子を見てたんだろう。でもね、霊媒かけだったら2番さん死んでもすっごい疑われるよ。うん、霊キツネはないんちゃう。3番さんないだろうね。うん、私初めて 11B やった時霊媒にキツネがいるかと思ったけどねうん、今思えば霊で出るキツネって多分あまりいないと思う。まあ、稀にいるかもしんないけど。なんでスローリーなのか。1番さん、うん、なんでだろうね。まあ私もでもあれでしょ、狂人とか人狼が欠けてるかもってやって出た後に出ようと思ったんじゃないのかな、2番さんは。ではなんだろうな、狂人が一番ありそうだけど。うん、11番さん釣られて狂人だと思うけど、ロラ安定ね。うん、対抗って1の対抗、そう。3番さん、いや対抗を待つ意味もあんまない。まあな、真と狂人だと思うわ。そうそう、私喋んないといけないわ、あぶね。真と狂だろうねって打っとこっかなんか打てねえな、怖いな。まあやめとくか。やめとったらダメか。まあいいや、1番さん見よう。まあちょっと後半喋るか。ちょっと1番さんはどうなんだろう。これやっぱり1が真かな。わからん、占いかけもあるかもしれないけど。2番さんと5番さんが真狂で見るんなら、占い初日で、あの村初なん。こんな感じ。11B はほぼ初日やね。うん、初日に出るね、占い。だって、遺言残せないからね、11B は確か。そうそう、11A だったら遺言が残せるんだよね。でも 11B だったら遺言残せないから、出とかないと。レイロラとか一番無駄なことしたくねえんだが、1番さん。あ、そうなんだ。あー、まあ言われてみればそうかもしんないな。霊媒が生きてる間に、グレ行った方がいいのか。うん、ロラ1だよ。ロラしてくれ、頼む。今日はロラだと思うから喋らんわ。うん、後から出た方がね本物だと思う。まあでも2の方がね、打っとこうね、方がね真と思ってるよ。これはちゃんとね予報するけど、今日はレイロラになるからさ、多分あんま喋んないでいいでしょずっと喋ってないけど、うん、大丈夫と思う。うん、ん？なになに？1番さん、グレー詰めよう、グレー。マジで？
占い、ちょっと待って、レールラーとわかん、ちょっと待って、まあとりあえず、ちょっと待ってよ、霊が無能だから出る情報がなく出なくなった、無駄縄と困っております、10番さん。どういうこと？やっべ、後から出た2の方も、自敵で引かないと、ま、遅いで、ま、確かに遅いでは、は、あれだよね。あ、いや、あ、ダメだけど。でも、人狼とか狂人が出て釣られ、あの、まんまと出て引っかかったっていう感じにしたかったんじゃないの？今日クレランなのかな？え、マジかよ、騎士だよ、私、喋ってないじゃん、どうしよう。どうしよう、釣られちゃう、このままだと。安心、霊狼になるかと思って安心してたんだけど。グレー騎士釣るし、やっべ、騎士釣る危険あるじゃん、怖いじゃん、やめてよ。釣られる騎士が悪い、マジかよ。マジで。霊狼だで、そうそう、マジか、やべ、私釣られたら先般じゃねえか。レロダで行きたいんだけど怖いんだけど釣られるのが怖いんですけど、占いかけだとすると内訳かな。うんとだね、釣られる騎士が悪いってのはある、マジか。あ、困った、誰に入れよう。8番、9番、11番、10番。やべ、私実況できてないな今日。村だったら喋ってる人の実況できるんだけどさ、ちょっと今日禁止だからさ、ちょっといろいろ考えちゃって、まあやべ、グレツメ了解って言っとくわね。とりあえずちょっとログを増やさないと、これでちょっとは大丈夫じゃないかな。やっべ、誰に入れようか。じゃあもういいよ、素村でもいいから、ちょっと私は釣られるわけにはいかないから7番さんにでも入れとくわ。やばい、え、来るか自分のところ。でもちゃんと考察はしてたはず、私はあまり入らないはず、今回は考察はした。村の時は考察しないから、初日は大丈夫。 OK、 OK、 OK。 9番さん、7番さん、自分が入れた7番さん、11番さん、10番さん、9番さん、3番さん、9番さん、10番さん。よかった、私1票も入ってないわ。ちゃんとした考察しか言ってないからね。村だったらさ、あの、白 T が怪しいと思ってますとか言ったら、ほーとかさ、そういう感じで打つけど、騎士の時はやらない。釣られちゃう。ログ稼ぎと思われるから。変な発言はしません。で、1番さんを守ります。まあね、騎士緊張するな。よかった。1票も入らんで。あの、変な会話をしない。ちゃんと考察しているように会話をしてログを伸ばす。でもあんまりそんなことやったら噛まれちゃうんだよな。でも私より喋ってる人いるから、私は多分噛まれないと思う、今日は。恐ろしい。お、グッジョブか。1万さん神に来たかな。昨晩ので、これで騎士掛けじゃないっていうのが人狼にも分かったね。もしくは1番が狐、それか案外2番、他のグレーの3678911を、あ、6番は白かね、他の人を噛んで狐がグッジョブかってことでね。1番さん11クロス、あ、よかった、もう喋らんでいいわ。よし、今日喋らんよ。11するでしょ、だからいいわ。私があんまり喋りすぎると噛まれちゃうからね。うん、こういうのは安全。11クロス把握。うん、多分私釣られない、あ、噛まれないから大丈夫。ちゃんと11クロスって報告しとこうね。よし、これで白だったらさ、またグレーになっちゃうからさ、ちょっと喋らないといけないけど、黒出しだったら11を噛む、あの、釣るか、もしくは霊媒ローラーだから、安心だわ。2番さん、狐髪だろ？ 11 番、告発してほしい。え、それ自分で人狼って認めてるようなもんだよ。即1髪なんて狐生存なのにするわけない。2は狐髪なんでわかるの？どっちでもいいよ。告発どうぞ。1グッチョブは歓迎にくいな。1グッチョブ。そうなのかな？グレー噛んだのかな？ 3789 で。いや、私が狼ならやる。2番さん。そうなんだ。私、どっちなんだろうねって言うとこね。釣られない、噛まれないために。私は騎士って好かれたらいけんかって。
何どっちかって、ああキツネかグッチョブかってことね。うん、そうそう、わからんふりしとこう。1番守って分かってんだけど。多分1番グッチョブじゃないの。6も構わない。うん、あでも白だ、1番が白出した6番噛むか。でも人狼ならやっぱ1番グッ1グッチョブの可能性が高いね。うん、今日は11だね。いやーいいね、黒だし1番さんナイスだわ。わあ分からんけど偽物の可能性もあるけど、 99% ぐらいグレ髪、キツネ探しかキス探しで噛んでる。分かりきった必要ある。11番を私を殴ってくるか。まあちょっとね、道具を稼ごうかと思って。うん、村だったらな、無口。まあでも村でも、うん、5の2殴りなんで。うん、告発チャンスは今日だけです。11どうしよっかな。じゃあ11人狼だね。うん、1が真って言ってるようなもんじゃんこれ。11も村です、村ですって言った方がいいんじゃないの。これ4黒に見えるな、グレなら。え、どういうこと、どういうこと、3番さん。なんで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 、え、なんで3番さん、え、なんで私黒なの、私村だよ。え、なんでなんでよ、危険処理しといた方が。あ、でも騎士と思ってくれてんのかな。まあとりあえずチャット流れるの早すぎて打ちついていけない、9番さん。そうやね、喫煙位置は知りたいが、3番さん。まあでも人狼って疑われてる方がいいかもね、騎士だから。残しやすいです。4、9どっちかに何かあると思ってる。やっべ、3番さん気づいてるわ。4か9がさ、人狼かもしくは騎士っていうのを3番さんに透けてるわ。やっべ、私騎士ってバレてんのか。だからそうやって殴りに行ってくれたのかな。ありがたいな。9は初日3殴りに乗っかった。3番優秀だな。3つらないんだったら告発しとこ。4はログ稼ぎ多め。あーごめんよ、ログ稼ぎ多めっていうのは騎士なんだよ。騎士だから許してくれ、ログ稼ぎ多めっていうのはな。あのログ稼がないとさ、釣られちゃうじゃん。私も村だったら寡黙になるよ。でも騎士だからね、ログを稼がないと釣られ位置に なるわけにはいかないんだ。そうなんな。3番よう見てるね、ログ稼ぎ多めとか。すっげえな3番。俺は4、9でしか今んとこ見れてない。まあ騎士だからすまんな。1はどこが怪しいと、7番さん。3占いしなくてもいいけど、1がひねくれてるから3占いんだろうな。今言いません。3は村でしょ、この発言的に。3とか釣り位置でしょ、あったとしても。うん、うちは5に同意かな。早いなチャットが。まあでも今日11釣りだからもう無言でいいよ私は。ちょっと実況に、俺次に行っちゃった。消去法で3は村に見えるよ私は。見えるけどね、ほんと。あんまり釣られんようにね。11黒で3黒線もなくなったな。9番さんで今日どうするの。11過ぎでしょ。じゃあ11買って買うとかまだ2ムルじゃないの。3黒はなさそうだね。9番さん3は村っぽいね。でもこれで人狼だったら怖いけど。1シーンなら3で証明してよ。6番さん1段どうするの。なので4、7、8、9にラストウルフ。3はキツネ。11。キツネ勝ちそうか。まあ今日は11入れとこう。次の日どうしよう。喋った方がいいのか。騎士むずいな。騎士っていうのはカリルドと違って永遠に守れるんだよね。自由に。だからずっと1番さんを守り続けるっていうこともできるから、釣られるわけにはいかないんですね。私は。ログ稼ぎおめえも許してくれ。まあ、後半今はもう11がね、次1になったからまあ喋らんでいいからログは稼がなかったよ。で、今日も1番さんを守ろう。連続でね。他噛んでくると思うけど、今1守るわ。1噛まれた後に何か いろいろ言われたら嫌だから1番守る。
他守りたいんだけどね、勇気を出して。でもやっぱり1番を守るわ、怖かった。9番さん噛まれた。あ、3番さんがさ、あの4番と9番は何かあるって言ったからさ、9番が騎士と思われたのかな。多分9番騎士と思われたんでしょうね。でも人狼と思われてるのは他の噛んだ方がいいとも思うけどね。6番噛んだ人は守られると思ったのかな。6番おはよう。今日どうしよう私、そこ噛むんだね。6番噛んどった方がいいんでよかったんじゃないの。あ、2番さん11黒、5番さん11黒、お、1番さん8白です。朝一の挨拶が割と遅く、第一声の次までの間が空いてました。これ案外さ、霊媒ローラーじゃなくてさ、グレ詰めていった方が案外いいかもしんないね。前私霊媒グレラン一声ねって初日から言ったけど、おい7番どうした人狼カミングアウトってさ、マジで噛めないぞ。え これどうしよう、出ちゃう私騎士で。出れば一生そういうのなら自殺する気なんかね。案外霊媒ローラーじゃなくてグレランから行って、で途中であの霊媒に行ってもいいかもしんないね。狂人と神、あの神教って見てるんなら、1番さんの言う通りちょっと勉強になったな今回。レイローラもいいけど、初日はグレで、途中でレイローラっていうのがいいかもしんない。柱にもできるし。途中から。7、ラストウルフだしね。あ、7番さん人狼なんだ。じゃあ出とくか、自分。騎士。騎士カミングアウトしとこうかな、グレだし。キツネどこだろう、じゃあ。キツネ探ししないとね。3噛めないのに1噛みないとか。1釣ればいい。7釣ってキツネ残ってたら負けるよね。どうする、村負けるよな。3がキツネ、分かんなくなっちゃった。ブースになるんだよ。3釣り4、7占いで足組み。7どっちなんだろう。人狼って出るか普通でも。まだ負け格じゃないから。7強人なわけないか。7が狐かもしかして。7が狐で、人狼を釣るっていうチャンスにかけてるかもしれない。まあ、占って自殺いいかもね。7が狐ね。7が狐の可能性もあるわ。人狼でですって出ないでしょ。まあ私騎士として出るか。ちょっとカミングアウトするか。2ヒーロー8人だね。俺は霊狼でいいと思う。3番村だな。ちょっと私出るわ、騎士。いや、出た方がいいのか。グレーだから出た方がいいよな。3と4がグレーだよね。なんだって4釣りでも3釣りのどっちもいいか。出とくね。出とく。釣られ1だわ。出とくわ。釣られ1だから出とくよ。3、4がグレーだから。ラストなんでしょ？ね。3番、ほーっ。1でグッちゃうよ。2、もう村勝ち確。よかった、もう出たわ。もう安心だわ、もうこれ。3噛めないってなんだろうね。まあやめとくか。3が本当に噛めないのかもしれないけど。3見えね。分かってるかな、銃殺派は。銃殺派か。5、狂人丸見え。神狂だろうね。だから2が神で5が狂人だよな。で、人狼が3になるの？ 3 か7か。人狼が。で、キツネどっちなんだろう、3と7。7がキツネっぽいんだけどな。5でも釣ってお茶濁せ。もう見るとこ。5を柱として5に入れるか。まあ、柱っていうか、まあ、強靭だから5に入れて、1が3か7どっちか占うでしょう。そしたらもう、わかるから。それでいこう。5釣るね。5釣って、私が1守るから、で、私噛まれるけど、3か7で占えることができるから、もう勝ったも同然。いきまーす。5釣り。多分村勝ちだろう。
必死緊張したわ。どうなんだろうね。うん。1番さん結構鋭いな発言が。2番は3、あ、3人入れてる。でも3が本当に人狼だったらどうすんの ?7 が狐だったら。これやっぱり5って1番さんに占ってもらった方がいいでしょ。え、5が人狼。5が人狼みたい。あ、やべえ、狐勝ったんじゃねこれ。眼科。7。あれ狐は、あ、狐も釣ったのか。あ、追放してた狐。ビビった。負けたかと思った。オツです。あ、初日狐釣ったんだ。ナイスナイス。あ、マジか。じゃあ7強人かな。ああ。ちょっとすまんね。変な実況でごめんね。私 11B ね、ほんとね、あまりやってないんだよね。数回しかやってないからわかんないんだよね。難しくて。あと賭けも見るから。ゴー人狼、わら。勝ててよかったよ。運だよな、これ。もし3か7がキツネだったら終わってたぞ、村。まさか人狼で出てたとは、霊媒が。だから遅く出るってことは、人狼が、5番さんが、あ、霊媒かけてんのかなと思って、かけて出たんだろうね、人狼かな、人狼で霊媒って。はい。そして2が新霊媒で出たって感じかな。うん。後から出た2はね、やっぱ本物だよね。うん。でも、後から出たからいいけど、霊媒かけだったら2番さん、ほんともう疑われてるからね。遅く出た霊媒は。うん。うん。でも、ナイスだったね、今回は。難しいよね、霊媒の出方って。ロケットがいいみたいだけどね。確実に信じてもらえるのは。あとで出るのも人狼とか狂人が、あれ、出てくれたらラッキーって感じだけど、出なかった場合はさ、ちょっと疑われちゃうから。うん、11A の場合は、別に、ね、遅くても早くてもいいけど。うん、11B の場合、霊媒かけてんのかな?じゃあ、狂人が出よっかなとか、いろいろあるからね。結構、ロケットがいいみたい。何 ?7 番、7番さんの利敵のなんとかって話になってるけど。私、騎士。うん。どうなんだろうね ?7 番さんが狂人で人狼ですっていうの。わかんないな、私には。初めて見ちゃったから。なんか、狐かと思ったけど。なんか、いろいろ話してるけど、わかんない。ダメだこりゃ、7番さん。斜め線、子が真の可能性もあるから。うん。利敵って、うん。7人狼カミングアウトしてなかった。霊論にもならんかったかもな。7番さん、騎士カミングアウトの方が良かったんじゃないの?わかんないけど。うん。だから11黒7、神霊なら柱でも出りゃよかったの。そうだね。柱もあるよね。11ってなんか柱とかあるみたい。よくわかんないけど。はい。今回の実況はここで終わります。変な実況でごめん。初めての騎士でした。じゃあね、バイバイ。ご視聴ありがとうございます。